タ巻型ウェーブスプリングウェーブスプリングはバネの一種。板状光線を螺旋状に巻きながら波を加えることで完成する。丸状光線を螺旋状に巻いて作るコイルバネ、もしくは皿バネの代替品として使用が見られる。ウェーブスプリングには以下の特徴がある。ウェーブスプリングはタ巻型と多重巻型の2種類が存在する。たわみが小さく。 軽荷重用途に使用される。感激タイプと重複タイプがある。荷重要件に応じ、波数、板厚を変えることで対応が可能。たわみが大きく、バネ定数が小さい用途に使用される。コイルバネに比べ、作業高さを最大で50%節約できる。シム割りタイプとシムなしタイプがある。幅広い荷重要件に対応している。 abcd ロータークリップカンパニーインク製品企画カタログ14ページ松村つなき株式会社総合カタログ20ページ http コロンスラッシュスラッシュ jp.rotoorclip.com スラッシュプロダクツスラッシュマテリアルドット html 松村つなき株式会社総合カタログ19ページあり,ありがとうございます